フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める今井沙和です。本日は編集部の寺崎さんと共にお伝えしていきます。寺崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。本日もまた素晴らしいゲストに来ていただいているということなんですけれども。はい、そうなんですね。先日発売されたばかりの新刊の働くあなたの快眠地図っていう本がありまして、この本の著者の、スリープコーチという肩書きで活躍されているライフリー株式会社共同創業者の角谷亮さんです。はい、スリープコーチという肩書きなんですね。それでは本日のゲストは、ライフリー株式会社共同創業者の角谷亮さんです。角谷さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、角谷さんはね、企業向けの睡眠改善指導で圧倒的な実績をお持ちで、例えば NTT ドコモさんとか、サイバーエージェントさんとか、損保ジャパンさんとか、そういった、大手企業をはじめ、なんと、計120社、累計6万5千人以上のビジネスパーソンの睡眠改善をサポートしてきたという方なんですよ。65,000人もですか。ちなみに、先ほどスリープコーチという、あまり耳慣れない肩書きをお聞きしたんですけれども、スリープコーチとはどういったお仕事なのかも含めて、まずはスミヤさんから簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。スリープコーチというのは、日本ではあんまりいないんですけど、睡眠を、あんまり取れてない、よく取れてない、不調な人をですね、自力で快眠まで、お手伝いするという、そういう仕事になります。で、すみません、あれですよね。もともと、睡眠の専門家っていうわけではなかったんですよね。そうなんです。もともと僕は役所で勤めてまして、役所で全然関係のない都市計画みたいな仕事をしてたんですけども、そこから、本当トレーナーになって、で、最初トレーナーをしてたんですけども、やっぱりどうやったらその人が調子良くなるかっていうような、そういうことをしてた時に、トレーニング以外にやっぱり食事とか睡眠とかっていうのがすごい重要になってきたんですね。で、だんだんやっていくうちに、睡眠に特化してったって、そういう流れでスリープコーチになったという、そういう感じになります。そうすると、もともとは、トレーナー、筋トレとかのトレーナーですかね。そうなんです。もともと筋トレで、それこそ本当ライズアップみたいにダイエットみたいなことをしてたんですけども、そのやっぱりダイエットだと、やっぱりあんまり意味がないので、それで、やらして、なんですかね、パフォーマンスみたいな方に入ってったって感じです。そうすると、筋トレとかダイエットよりも、いろんな体の調子が良くなっていくには、睡眠が一番根元にあるんじゃないかということに気づかれたという感じなんですかね。そうなんです。その一応いろいろやった結果、睡眠が一番重要っていうことが分かって、どんどん特化した結果、睡眠に集中したと、そういう感じになります。そうだったんですね。やっぱり現代のビジネスパーソンは睡眠に問題を抱えていることが多いんですかね。そうですね。大規模統計で言うと、睡眠がちょっと危険っていう、国際テストでアウトになる人の確率って30%ぐらいあるって言われてまして、その30%ぐらいの人って、医療機関に行ったら、治療だったりとか、何らかの処置をするっていうことなんですけど、実際僕らも、数万人という単位で調査してるんですけども、だいたい2、3割は、医学的というか、そういうのでアウトみたいな、結果が出てるので、そういう意味では非常に良くないというか、それぐらい多い。全体の2、3割の人が危険な状態っていうのが言えます。2、3割って相当な数ですよね。そうですね。国際的で見ても2、3割っていうのは非常に多くて、だから気づいてる方は本当にわずか数パーセントで、治療したりなんか対処してる人って5%もいないって言われてるので、そういう意味では多くの人は睡眠不調なんだけど、何の手も打ってないっていうのが現状という感じなんです。なるほど。何かの統計見たときに、日本人は睡眠時間が他の国に比べてやたらと短いみたいなグラフを見たことがあるんですけど、そういったことも関わってるんですかね。
そうですね。よく睡眠時間、世界一短いとか、世界一位とか2位とかっていう統計がいろんな調査に出てるんですけど、その睡眠時間短いっていうこともちょっと問題だと思うんですけど、それ以上に問題なのは、やっぱりその睡眠の質が悪いというか、その途中で起きてしまったりとか、睡眠が浅かったりとか、そういったことが起こるので、本当にその睡眠による損失みたいなことが非常に大きいっていうのが問題ですね。時間よりもやっぱ質が悪いっていうのが問題だと思います。はい。なるほど。はい。ちなみに、澤さん、はい、普段よく寝る、澤さんはよく、普段よく眠れてますか？私、あれなんですよね。電気をつけっぱなしのまま寝てしまったりとか、仕事しながら寝ちゃったりとか、本読みながら寝ちゃったりとか、はいはい、今おっしゃられた、杉谷さんのお話で言うと、はい、睡眠の質めちゃくちゃ悪い気がします。あ、今のすごい良くてというか、良くてじゃないんですけど、電気ってこう、つけた状態で寝るじゃないですか。そうすると、まぶたで閉じてるからいいような気がするんですけど、実は豆球ぐらいでも、実は睡眠の質って下がってしまうんですよ。なので、電気つけたまま寝るのって、かなり、睡眠の質を下げてるので、めちゃめちゃもったいないっていうか、はい。相当もったいないですね。はい。豆電球もダメなんですか？基本、豆電球が、寝てる上からした場合は、それだけで睡眠の質が下がってるので、まあ、海外とかだと、上の豆球じゃなくて足元灯とかで、このまぶたの上に光が入ってくる時点で、例えばこう、なんすかね、外から街灯の光がカーテンから漏れるとかあるじゃないですか。全然気にせず寝れてると思うんですけど、はい、これを閉めるだけでも、睡眠スコアとか質って全然上がるんですよ。夜中に起きる回数も激減しますね。お子さんとか、お年の方の寝る回数とかもだいぶ、起きる回数もだいぶ減ります。すごいです、はい。ちなみに寺崎さんは睡眠はいかがですか？いや、僕もね、似たようなもんで、電気つけたまま寝ちゃうことも多いし、はい、あとなんか仕事のことをいろいろ考えると、興奮しちゃって、ほとんど毎日深く寝れない感じで、はい、寝てても、うん、あれなんですよ。多分ね、歯ぎしりとか、いびきとかもすごくて、うんうん、結構睡眠はね、やばい状態なんですよ。なるほど。ね、これ、今、寺崎さんが言ってたように、仕事のことを考えること自体は全然悪くないですよ。なんか仕事やっぱできる人とか、エグゼクティブの人って、やっぱ仕事常に考えてるから、いいアイデアが出るっていうのもあるんですけど、これを、仕事のことを考えます。そして寝る前に切り替えてリラックスするっていうのができると、そうすると夢の中でも、その仕事がうまく、片付けっていうか、そう整理されたりして、いいアイデアが出るんで、もう、あと一歩って感じなんですよ。はい、そうなんです。なるほど。一旦スイッチをオフにする方法がね、必要ってことですよね。そうなんです、そうなんです。そこまで考えると全然いい。そこからオフにして、そこからスコーンって深い睡眠すると、その間に頭が整理されていいアイデアが出るんで、そこができるかできないかが非常に大きなポイントだと思います。はい。なるほど。まあそういったことがこの中にも書かれてるんですけど、でも、はい、面白いのが、うん、杉原さん、その先ほど、お役所に勤めてたっていうことなんですけど、うん、はい。もともと、その神戸市役所でめちゃめちゃハードワーカーで、寝る時間も惜しくて、当時勤めてた、その市役所で寝泊まりしてたって話聞いたんですけど。はい。寝泊まりですか？あ、僕の部屋があったんです、その時。はい。僕の部屋が、はい。僕の寝る部屋みたいな。はい。ずっと働くから、仮眠室みたいなのがあって、で、多分ですけど、僕の時代って何歳だよって感じなんですけど、本当に24時間戦えますかみたいな感じだったんで、寝ることイコール悪みたいなのがあって、まあ、どれだけ睡眠削るかみたいな、なんかそういう文化があって、あんまり寝ずに働いてましたと。で、役所から、独立した時も、本当に2時間ぐらい、やっぱり自分で勉強しながらお客さんにもやって、まあ、そして店舗拡大みたいなこともしてたんで、だいたい2時間ぐらいしてたんで、それこそ本当に全然睡眠も足りてなくて、まあ、睡眠の病気にもなってしまったというか、まあ、不眠症と無呼吸症候群にも実際になって、で、そこから、これいかんなと思って、まあ、やったことがこれがそのまま生きてるって、そういう感じです。はい。なるほど、すべての経験が、生かされて、はい、今の杉谷さんがいらっしゃるんですね。はい。そうです。はい。
ところで、よく睡眠負債という言葉を耳にするんですけど、インターネットで調べると、慢性的な睡眠不足の状態が続いて、その負債が蓄積されて、心身へ支障をきたしている状態のことということなんですけど、やはり睡眠不足っていうのは健康状態にも、こう、深く関わってくるものなのでしょうか？そうですね。やっぱりあんまり知られてないと思うんですけど、その、いわゆる糖尿病とかいろんな病気って、睡眠不足かどうかで、かなりリスクが、まあ、2倍から3倍とかに、主な病気って跳ね上がるんですよ。20%、30% っていうレベルじゃなくて、数倍っていうレベルで上がってしまうので、すごくもったいないというか、結構本当に重要な病気のリスクが上がってしまうっていうのがあります。あと、まあ、わかりやすいので言うと、睡眠不足がちゃんと取れてるかで、同じ食事してても、すごい太ってしまったり、いいスタイルっていうのは、まあ、食事も大事だけど、睡眠で結構決まっちゃうところもあるんですよ。それは聞いたことがあります。ダイエットには意外と睡眠が大事だっていう話を聞いてから、ちょっと睡眠に力を入れるようになった時期があります。時期がある。はい。僕ももともとダイエットやってた時に睡眠も入れてたんですけど、やっぱ食事を変えるってなかなか難しいと思うんですよ。幸福度も、まあ、下がってしまうというか、食事我慢すると。だけど、睡眠きちんととってバランス、ホルモンバランス良くしておくと、やっぱり食べた分でちゃんと代謝されたりとか、うまく体のリズムって取れるんで、そんなに太らないんですよ。だから、本当、その方が得だなと思います。確かに、美味しいもの食べて、たくさん寝た方が、なんか幸せな人生って感じですよね。うん、そうだと思います。やっぱり幸福度を下げるっていうやり方のアプローチって、うまくいかないというか、まあ、それは食事にしても睡眠にしてもそうなんですけど、まあ、僕はそれすごい、今回の快眠地図でも、まあ、強く書いてることなんですけど、幸福度を下げてしまったら、本当それって何のためにしてるかわからなくなっちゃうんで、いかにそこを減らさずに、むしろ幸福度が増えるように、まあ、睡眠良くするとか、食事良くするみたいな発想でいかないと、もう絶対続かないです。はい。うん、あと、最近やっぱうつで、うつ病がすごい、もう周りにいっぱいいるんですけど、うん、その、はい、うつレベルと睡眠不調レベルっていうのが完全にこう比例するんだみたいな話がありましたよね。あ、そうなんです。これもともとアメリカの心理学会とかで、まあ、そのうつの基準というか、その前駆症状、そのうつの時に出る症状っていう中で、不眠症状っていうのが一番こう、相関性が高いですよっていうのは言われてまして、で日本でもやっぱそのうつっていうかメンタルダウンする前に不眠が出ることっていうのが9割以上っていうのが分かってます。で僕らも統計取ってるんですけど、その睡眠テストがちょうどアウトになるところの平均点がちょうどそのなんですかね、メンタルダウンのそこから軽いうつ症状に入るっていう領域に入るっていうので、ちょうどこのいわゆるその睡眠でアウトになったらメンタルもちょうどアウトですよっていうのが、まあこれこそ1万人以上の調査で分かってるっていう、まあ本の時には6000人ぐらいのデータになってるんですけど、はい、そういうのが分かっているので、睡眠取れてないってことはメンタルもやばいのかなって思った方がいいとは思います。はい。で、そこで、まあじゃあ睡眠不調とメンタルの相関性があるんですけど、それをじゃあ僕らが改善しました。で、その後メンタル数値を取ってみると、ちゃんと睡眠が下がると、メンタル数値も下がるので、まあ、要は、メンタル不調ってなかなか治す手法っていうのは今現代に見てほとんどないんですけど、じゃあそれなら睡眠を治すとメンタル良くなるっていうロジックの方が、まあ、受ける側も受け入れやすいし、まあ、再現性も高いということで、まあ、それが僕らが企業で、まあ、多く採用されている理由でもあったりします。うん、あと、じゃあ、先ほど出た、睡眠負債っていう言葉、はい、これが、2017年の流行語大賞ベスト10に入って、はい。まあ、日本人の多くの人が、なんとなくではなくって、はっきりと、睡眠って大事だよねっていう認識に変わったっていう記載があるんですけど、はい。このあたり、いかがですか？そうですね。この本でも書いたんですけど、その時に睡眠負債っていう言葉があって、みんな睡眠に意識を持ちました。その後に起こったのが、やっぱりその寝具メーカーが結構高額でも売れるっていうことで、かなり高い、まあマットレスだったりとか枕みたいなものを売るようになって売り上げが爆上がりしたりとか、まああとはその睡眠クリニックみたいなところに、まあ多くの人が行くようになって、
まあ、いわゆる CPAP って言われる機械、まあ、保険で毎月5000円ぐらい、自費って、まあ、5000円ぐらい負担ってことは保険で言うともっと1万7000円、8000円ぐらいかかるんですけど、まあ、そういったことの使用者が増えたということで、まあ、どっちかというと自己改善というよりは、サプリだったりとか、寝具だったりとか、医療だったりっていう、まあ、かなりそのお金に変わってしまったという、そういう印象があります。確かに、私も、うん、その時に10万円くらいするマットレスを買いました、うん。はい。はい。いや、もちろん、そのマットレス自体は、おそらく今まで使ってたマットレスよりはいいとは思うんですよ。その、確かに、寝返りとか良くなって、睡眠効率上がったりとかっていう部分はあるんですけど、じゃあ、そこまでお金をかけなくても良くなる方法があるのに、ということは、お金をかけれる人か、お金持ちの人しか睡眠よくできないみたいな流れになって、まあ、エグゼクティブの人はなったんですけど、いわゆる一般のそういう人はなかなか慣れてないっていうのが現状だと思います。はい。ということは、お金をかけずに、快眠を手に入れることはできるっていうことなんですか？うんうん、あ、そうなんです。もちろん、僕が企業に行ってやるときは、なるべくお金をかけてる人はかけた方がいいんだけど、かけずに、まあ、どうやって良くするかっていうことは、まあ、常に、重きを置いていて、この本でも、ほぼお金をかけずに、かなりの快眠、お金持って金、お金かけてる人より快眠になれるようなノウハウは、まあ、かなり書いてあると思います。ありがとうございます。はい。この、働くあなたの快眠地図、とても興味深い内容なんですけれども、お時間がやってまいりましたので、その内容についてはまた明日さらにですね、詳しくお聞きしたいと思います。あ、で、ところで、サラさん、なんでこれ、快眠地図、マップなのかわかります？なんでマップなのかはちょっとわからないです。と、これがね、結構ね、割と画期的なコンセプトだと思うんですけど、1日、それもね、朝と夜、あと1週間、季節、年齢の、それぞれで、眠り方というかね、実は快眠スキルが違うんですよ。だから、この本ではこの1日から年齢までを、地図、マップに見立てて分類して、それぞれの睡眠の悩みを解消するっていう作りしたんです。うん、ちょっと補足になるんですけど、快眠するのに一番難しいのが個人カスタマイズなんですよ。結局、じゃあ7時間寝ればいいのとか8時間寝ればいいのっていうのは全くこう、現場では使えなくて、例えば個人によって、その生活スタイルによって、朝のパターンとか夜のパターンもまあ違ってきますし、例えば20代と50代だと、そもそも同じ人でも、2時間ぐらい最適睡眠時間違ったりとかですね。いろんなものが結構バラバラなんですね。そうした場合、誰もがいい快眠を手に入れるには、このまあ快眠マップの、まあ快眠地図のまあ考え方に沿って、まず自分に合った1日のベースを作って、で、1週間のリズムを作って、あとは季節でも、どの季節でも寝れるようにして、で、年をとっても、快眠できるようにしてっていうのを一歩ずつ作っていくと、誰でも自分に合って、なんか一年中快眠できるみたいなことができるのが、この快眠地図という感じになってます。だから、マップ、うん、地図だったんですね。そうなんです。はい。はい、確かに、うちも両親は、すごく早く寝て、すごく朝早く起きるんですね。はい、で、私と全くこう、寝る時間と起きる時間が違ったので、はい、確かに、年齢によっても、はい、あとね、季節によっても冬だと、朝日が上がるのが遅かったりとかっていうのもあったりで、確かに違うなって今、はっとしました。はいはい、そうなんですよ。やっぱ年齢いくと、本当に朝方になるのは努力したわけじゃなくて、体質的になるんで、お年寄り頑張ってるな、じゃなくて、あれ、寝れないんですよ。はい、そういう感じです。はい。確かに寝れないって母言ってました。はい。はい、はい。あとね、睡眠にまつわる常識がね、ひっくり返る話もいっぱい入ってます。うん、例えばどんなお話が入ってるんですか？例えばね、沢さん、朝起きて、目覚めのコーヒーとか飲んだりします？朝起きてとかはそんなにないんですけど、午後とかになんとなく飲みたいみたいな感じで飲んだりします。あ、それはめちゃめちゃ当たりで、コーヒーって飲んでいけないのが、先ほど言われた、その朝に、その寝起きでコーヒーを飲むと、そうするとこう、目覚める自分の能力が落ちちゃうんで、なので朝は飲んじゃいけないんですけど、ゴールデンタイムっていうのが2つあって、1つは9時から11時。
で、午後は14時から16時ってところが、まあ、ゴールデンタイムなんですけど、そこで飲むと、非常に覚醒して、それも長持ちするっていうのが分かってるんで、その時間帯はゴールデンタイム。でも飲んじゃいけないのは寝起きなんです。はい。すごい、私、たまたまですけど、ゴールデンタイムに飲んでました。そうなんですよ。ゴールデンタイムに飲んでるんです。それだと、午後、結構夕方ぐらいまで、カフェインの、まあ、いい効果が続いて、体的にもいいっていうのが分かってるんですよ。はい。はあ、面白いですね、うんうん。あれですね、朝起きたすぐの時っていうのは、そのストレス耐性のコルチゾールが一番高いから、うん、ストレス耐性を下げちゃうってことですよね、コーヒー飲んじゃうと。そうですね、ストレス耐性を下げちゃうっていうか、そもそもストレス耐性を自分で上げられるのに、コーヒーも使っても上がるんですよ。なので、うん、コーヒーを飲み続けてると、コーヒーを飲まないとストレス耐性がつかないってなって、どうもコーヒー飲まないと調子出ないな、みたいなことになっちゃうわけなんですよ。で、そこで使うよりは自力で上げておいて、その上がった9時ぐらいに飲むと、それが継続していい状態が続くのが一番いい活用法なんで、もったいないというか、自分の機能を下げてしまうという、そういう感じになります。ああ、じゃあ、あれ、タバコとドーパミンの関係に近いんですかね。そうですね、タバコ。タバコと、まあ、かなり近い部分はあります。はい。なるほど。まあ、自力を使わないと衰えちゃうよ、うん、みたいなことだったんですね。そうですね、はい。はい。では、明日はそういった具体的な快眠スキルについても、深く突っ込んでお話をお聞きしたいと思いますので、ぜひ、リスナーの皆さんもお楽しみにいただけたらと思います。本日は、スミヤさん、寺崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてくださいね。また明日もお楽しみに。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。